じゃあ3番、根の変化ですね。まあ、ここもこれは文章を読むだけにしておきます。はい、根は働きの違いによっていろいろな形に変わります。養分を蓄えるものもこれに当たります。ね、はい、支柱根、はい、茎が倒れないように支える。ね、トウモロコシとかタコの木とか、まあいろいろね、あるんですけれどもね。はい、倒らないよう。で、寄生根、他の植物に取り付いて養分を奪います。ね、寄生虫って聞いたことないかな。他の生物にね、住み着いて栄養分をこう奪ってしまうっていうね、虫なんですけど、その、植物バージョンっていうか、ね、寄生根っていうのもある。あと、水中根、ね、水中に伸びて養分や酸素を取り入れるという、変わった植物もあります。ね、浮き草とかはそうですね、ということですね。